Perfume に新メンバー。10月に発売される Perfume のアルバムレベル3に収録されている新曲1ミリのミュージックビデオが届きました。揃った前髪がトレードマークの柏岡さんがご覧のようにおでこを出して綺麗な横分けを披露し、まるで別人。さらに撮影ではおナイス、パントマイムっぽいけどパントマイムじゃないじゃない、あるあると相変わらずテンションの高いあーちゃんでした。これまでライブやミュージックビデオで光を使った斬新な演出を行ってきた Perfume、 今回2年ぶりのアルバムに収録される新曲のミュージックビデオが公開されました。今回の注目は透明なアクリルボードを使った演出。さまざまな色に光るボードの間を移動しながらピタリと揃ったダンスを披露しています。アクリル板に映し出される歌詞にも注目です。ここでショービズクイズ。実はこのアクリルボード、撮影の合間にはパピューの皆さんの遊び道具となっていました。パピューの皆さん、このアクリルボードを使ってどんな風に遊んでいたのでしょうか。さあ、立谷さん、お答えください。どうぞ、はい、これは誰が一番美しいキスマークがつけられるか。カラフルに光るアクリルボードを使った Perfume の新曲ミュージックビデオ。このアクリルボード撮影の合間にはメンバーたちの遊び道具となっていました。あれ？おー、ナイス。パントマイムっぽいけどパントマイムじゃない。じゃない。あれ？わかんないでしょ。ちょっと。ということで正解はパントマイムごっこでした。マリちゃん、当たるかい。だってガラスが目の前にあったらあれはやりますよね。ごっこないからパントマイムじゃないじゃん。パントマイムごっこ、一周回って元に戻ってるんじゃないですか。これだってごっこね。フェーブの新曲1ミリが入ったニューアルバムは来月2日発売です。続いては曽田さん。